26話までで、そうとりあえず見たの。そう今日もうね、そう26話の次が今映画でやってるやつだからね、気になっちゃう気になっちゃうっていう、気になっちゃう本当に。そう26まで見終わって、でもさ、そのなんて言うんだろうね、普通その映画の前に、映画の前までにさ一人しかさ十二気づきが出てこないんだねって思いました。そうもっと十二体いるのかな、多分十二気づきだから多分のうちの、そうなんて言うんだろう、その戦い以外では出てきてたけど、戦いで出てくるのがそのそう一人しかいなかったじゃないですか、ナタグモの会でのしか、だからそう驚いちゃった、そう驚きだった。そうアニメ見るの早いでしょ。そう早いの、そう一回夢中になるでもすぐ見終わっ、なんかそうアニメとかドラマとかなんだろう、そういうものって続き気になっちゃって、そう一気に見ちゃ そうね、詳しくなってきたでしょ一気になったから、詳しく、そうもうなんか好きあればそのなんて言うんですかね、敵の敵敵っていうかその鬼の鬼のなんて言うんですかね、鬼のなんて言うんだろう、 特徴っていうのかな、なんて言うんだろう、このね、なんかそういうのを見て調べて見てる、そう調べてる。そうもう詳しくなった。はい、そんな感じですね、最近の今日の出来事ですね、今日の出来事でした。そうほんといいところだったよね。そうもうこれはさ、なんかもうあの26話まで見たらもう行きたくなっちゃうよね、もう映画に26話まで見たらもうあれは行きたいよって思っちゃう。そうえ、なんか行きたいよっていうか行くしかないってなっちゃうよね、もうあれはあれはもう行くしかないだよ本当に。そうだって絶対ね、あそっからいい感じになってくるのにねって感じって感じ、本当に本当に、うん、ね、行きたい、行きたいですね。そうなんかいろんなものでも結構鬼滅が流れてくること多くて、そのインスタとかで前調べちゃうから、そうインスタで鬼滅を調べてそう見ちゃうから、その関連的なものでそう出てくるんですよ鬼滅たちが。そうなんかもう気づいたら鬼滅見てる、ほんと最近それぐらいハマった。そうそうなの、珍しい本当に、うん、自分でも珍しいなって思った。そうなんかそのインスタのを見てたら、インスタのやつのなんていうんだ、スタンプみたいなやつで、そう炭治郎と伊之助と善逸のなんていうんですかね、走ってるスタンプっていうのかな、がそうを見つけて、
これもう絶対次使おうって決めた。そう、もう使おうって決めたの。そう、今度使うんだ。だからみんな使ったら、あ、使ってるって思ってください。うん。そう、もう決めた。うん、もう早々使いたいですね、ほんと。1週間以内に使いたい。今日から1週間以内に、そうねって思いました。ゆずかちゃんと映画見に行ってみたいって。あー、確かに。でもゆずかちゃんのおかげで、そう、鬼滅見るようになったので、そう、すごいね、すごい。すごい、ゆずかちゃんのおかげでハマりました。あゆは、そう、鬼滅の推しはって、そう、結構聞かれるんだけど、選べないんですよ。みんな良くないですか？なんか、そう、みんないい、みんないいっていう、そう、なんかみんないい、本当に。そう、みんな良すぎて選べない、あゆは。そう、なんか鬼も含めてみんないいよね。鬼も含めて、そう、本当に。なんで鬼って思うかもしれないんだけど、鬼の過去も、なんて言うんですかね、その倒した時に、倒して終わりじゃなくて、その鬼たちの過去も出てくるじゃないですか。それ見ちゃうと、なんかもう、なんかね、なんか憎めないっていうか、なんて言うんですかね、もうみんな良くなっちゃう。そう、本当にみんな良くなっちゃう。なんかだって過去が、あの過去見なかったらちょっと鬼はねってなっちゃうけど、過去を見れちゃうじゃないですか。そう、もうどう頑張っても見れちゃうじゃないですか、過去が、鬼たちの。だからそう、選べないのよ。そう、るいくん好きだって。あれだよね、十二鬼月のなたぐも山の子だよね。そうの過去もね、そう、よかったと思った。ママとパパに会えてね、一緒の場所に行けて、もう本当によかった。本当になんか、そう、あのなんて言うんですかね、鬼たちの過去はもう感動する、本当にね。そう、でもね、誰なんだろう、誰ね、選べないな、本当に。うん、選べない。みんな逆に選べます？選べるかな。みんなでも結構、あのツイッターで聞いた時、みんな結構選んでたから。選べてるか。なんか本当にそうだよね。うん、みんないい。しのぶさんっていいよね。しのぶさんも、胡蝶しのぶさん、そう、唯一首を切らないね。そうだよね、だよね、そう、毒でっていう、しのぶさん。でもあゆさん、あのしのぶさんのお屋敷に行ったらさ、あゆもう絶対ダメだと思って。なんでかって言ったら、別にあの、そう、しのぶさんが嫌いとかじゃなくて、普通に好きなんです、大好きなんですけど、あの蝶々がいっぱいいらっしゃるから、あのお屋敷には愛は近づけないと思いました。うん、
本当に、うん、無理だと思った。だからそうそうそう、炭治郎と伊之助と善逸の3人がさ、そう、あそこでリハビリみたいなのをするじゃないですか。そう、あれもう絶対あゆは無理だと思いました。虫 NG、 そう、本当に虫ダメなんですよ。そう、そうそうそう、でもいいよね。ね、なんか本当に、でもなんか楽しそうだった。なんだっけ、ちっちゃい子たちが可愛かった。ちっちゃい女の子たち3人の、炭治郎たちにおにぎり渡す3人が可愛くて、可愛いなぁと思いながら見てた。なんかもう愛おしいと思いました。うん、そう、うん、ですね。でもなんかツイッターの時のやつだと善逸多かったかな。そう、善逸多くて、でもそう、わかるなっていう。そう、なんかさ、普段はそう、ネガティブ系じゃないですか。どちらかといえばポジティブじゃないですか。そう、泣き虫だったり怖がったりだけど、でもいざとなった時の強さがそういいよね。そう、だからみんな多かった、本当にツイッターのやつで、そう、多かった。わかる、本当にわかるっていう。そう、禰豆子ちゃんを守るっていうのがね、すごい伝わってくる。あと、でも無一郎もいらっしゃったね。そう、無一郎もでもなんかいいよね、いいよねって。いいよね。でもね、チュン太郎もわかる。そう、チュン太郎もいらっしゃったんですよね。そう、ツイッターで最初チュン太郎、カラスいないのにチュン太郎はそういるんだって思って。でもチュン太郎も可愛いよね。チュン太郎チュン太郎もいい。うん、そう、わかる。でもなんかさ、可愛すぎて逆になんか困っちゃいそう。そうそう、可愛すぎて。そう、喋んないんだよね、チュン太郎は。カラスと違って、だからそう、そのカラスが喋った時の善逸のびっくりの具合が面白かった。そう、だから善逸はチュン太郎としか、そう、出会ってなかったじゃないですか。だからそのね、炭治郎とか禰豆子ちゃんと会って、そのカラスのね、喋りを聞いた時の善逸が面白かったですね。はい、そんな感じで鬼滅の話、ほんと最近いっぱい話しちゃう。鬼滅の話、それぐらいハマりました本当に。そう、ハマった。久しぶりにこんなハマったものできたかもしれない。うん、すごいすごいですね。
はい、そんな感じで今日もおしまいにしたいと思います。ランキングアップします。13位、ドドリアさんありがとうございます。12位スタンフラッシュさんありがとうございます。11位サンバさんありがとうございます。10位翼おしーさんありがとうございます。9位やすみさんありがとうございます。8位ひびきちゃんありがとうございます。7位田沢さんありがとうございます。6位ココポンさんありがとうございます。5位孫悟空さんありがとうございます。4位チーフさんありがとうございます。3位マエスさんありがとうございます。2位カモンさんありがとうございます。1位アーチャーありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日もやります。よかったら見てください。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。